はい、どうもカボンドライジャパン野沢でございます。本日のワンポイントレッスンレッスンってほどでもないけどね、ワンポイント知ってるといいかなって話があるんだけど、 DI2 内装化にするためにこいつを取るんだけど、このリベット、これは穴を開ければ取れるんですよ。このこういうのはリベットはね、これ普通の人はここ取ることはないけど、フロントディレイラー台座なんかを取るときもこういうことになるわけで、これでドリルでビュンビュンってやるんだけど、ここにちょっとだけコツがあるんですね。これをもしもビューってやるとするじゃない。で、そうするとこのまずこの蓋が取れてくるんだけど、ビューンってやって貫通したら向こうに止めないと、こっち側まで届いちゃうわけよ、ほら。こうやって。届いちゃうと、まあ、これが貫通してギュッてやって穴開ける人はいない。無傷なところにドーンってこの刃先が当たるの嫌じゃない？嫌だよね。嫌だからどういうコツっていうかノウハウがあるかっていうと、ドリルの先っちょにですね、これドリルってこうやって回転するから、こういう回転で針金を巻くんですよ。そうすると、ここがぶつかるから向こうに行かないっていう、まあ、たわいもない話だけどね。そういうことはやっとけば安心して、はい。うんだば、これで穴開けてみっけ。いきます。はい。切れないね、この刃。切れないわ、ちょっと研ごう。ドンと来た、はい。よし、取れました。はい、取った、取れた。こんな感じで取れるわけですね。糊もちょっとついてたね。はい、まあそんな感じで、こんなとこ普通の人は取らないだろうけど、まあ FD 台座とかね、これをどうしてもなんか、壊れちゃった新しいものにしたいときは、こうやって取ってます。うん。はい、じゃあね、またね。